高尾県の電源を見ながら海鮮あり野菜ありの食事を楽しんでいる松。続いては豚足をいただきます。スーチャオだ、ジュロー、トンナリ。市場。市场啊。配合的人。啊，是配合。都是大市场。啊，大市场。啊，他那个猪脚才不会动过。嗯。就今天现宰的活体。嗯。如果不这样子，一闻就知道。哦。不用。不用啊，不用了啊。不用，绝对不用。これが豚足。豚足この地方結構あんだね。結構弾力があるここは。うん。だ弾力があるのと、あの、ドロドロ煮込んだやつがあるけどね。これ結構弾力あるタイプだね。あ、猪脚经过6个小时。6个小时。ああ、6。除臭。天球的。うん。去脂。うん。去除油脂。然后用2道的中药材再去除味。最后一道的中药材是卤。店の佇まいにも味わいがあります。バイハーシエンペイ、ホタテが入ってんだね。ホタテ料理は台湾であるようなないような。すごい。ものすごい弾力。ホタテって結構ザクッと噛み切れるイメージあるんだけど、ゴムみたいな。うん。ぐーを仕返してくる弾力あるね。うん。ソーちゃん。XO。あ、XO ちゃん。XO ちゃん。うん。还有、那个、甜黄椒。甜黄椒。是。然后再加上我们的鲜贝，鲜贝，那个是腰子贝，啊，然后最后加百合，啊，加百合，百合是新疆来的，新疆来，不然一般可能没有人在种，嗯，台湾看得到是干的，干货的，要泡那个口感完全不一样，啊，完全不一样了，啊，我们这边菜跟这边不一样，啊，很多都是已经变成是自己创作的料理，啊，料理だけではなく。店の雰囲気も楽しんだ松でした。高尾県を移動している松が向かうのはメイノンの成功炉。こちらにも発火の独特なものがあるようです。発火料理ってのまた奥深いみたいね。結構いろんな種類があってね、伝統もあるし、マーシャインでね、いや以前やったことあるんだけどね、これ結構手間かかるんだよね。まだ以前も試したことがあるレイチャーを飲むために立ってすります。おー、第一口を喝到米香、芝麻香、还有花生跟茶香。好、那你再喝第二次、来、再喝第二次。这样慢慢冲到你想喝的浓度就可以了。等一下、你们把这个冰的喝完、改喝热的。这边呢有甜梅，它可以固肠胃，好健胃整肠，好固肠胃。那柠檬，好柠檬，好，柠檬哈是去尿酸，爱吃肉常被蚊子叮，吃个柠檬酸碱中和。那陈皮就照顾你们喉咙哈，就是咳嗽的。好，冲下去呢就可以喝热茶了。小心哦，很烫哦。好，那如果这个泡到没有味道，把它渣渣哈放在碗里面。これが茶菓子。お茶菓子だけどね、抹茶とこれが流動が、抹茶のね、すごい口が滑らかね。これもう あんこというのかな、そのまま滑らかに入ってくる。これね、昔なんかあの祝い事とかにあったような気がするな。日本でもこれで抹茶風味っていうのは初めてだけど、こういうものは日本でもあるような気がする、あの和菓子としてね、これ上品なね、お茶と本当に合うんだろうな。
しっとりとしてザクザク入っていく、うん、滑らかにね。でこれお茶を飲むっていうのはいいんだろうね。あ、うん、あこれスッとね流れていくよね。色違いのものもあります。これが龍頭ね。黒糖みたいな、うん、黒砂糖食べてるみたいなね。あのまろやかにした黒砂糖食べてるみたいな感じ。食感はもちろんいいんだけど、うん、あ変わったお菓子だよね。あ、うん、スッと口どけが良くてね、うん、そのまま固めたような感じ、うん、あるね、うん、茶菓子もしっかりといただきました。